地味キャラ劇場とんだけクルッペンヘレンタン。訓練兵団とは、巨人の侵攻を食い止めるべく志願した少年少女たちが戦う術を身につける学校のようなものである。サリ、いてててておい、大丈夫かサシャ。大丈夫じゃないですよ。また夕食抜きになっちゃったじゃないですか。お前は飯のことばっかりだな。いけませんか。いつも私たちだけ、こんなのひどすぎます。そうだよな、俺たちばっかり叱られてよ。ジャンだって結構適当にやってるぜ。アルミンだってひどいもんですよ。教官は私たちを目の敵にしすぎです。俺たちは真面目にやってんのにな。そうです、これは横暴です。なあサシャ、このままじゃ気が済まねえ。教官に仕返ししてやらないか。それは夕飯一食じゃ済みませんよ。ほんの少しいたずらするだけだって。それにバレなきゃ何の問題もないだろう。そうですね、バレなきゃ大丈夫ですよね。じゃあまず明日教室にだな。コニー、意外と策士ですね。クフフ、これで教官が扉を開ければ。おい、まだかよサシャ。こつ、来ましたよ。バシさ、遅刻だ遅刻だ。くそ、くそ、巨人が駆逐してやる。何を騒いでいる。イエガー訓練兵。あ、違うんです、これは巨人が、その巨人、畜生、計画は失敗だ。まだ他の策があります。カッポカッポカッポ。おいサシャ、準備はできてるか。任せてください、この手の罠はいつも作ってましたから。そろそろのはずですけど。よし、狩猟民の底力見せてやろうぜ。ポカロ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 、ガサガサ、ビュー。やった、かかったぞ。違います、あれエレンですよ。またかよ。なんだこれも巨人の仕業か。ふざけているのか。家が来ねえ。巨人め、こうなりゃもうシンプルに行くぜ。下手に頭使ったからいけなかったんですね。くそ、なんで俺ばっかりこんな目に。エレン大丈夫、今度は私が守るから。え、コニーとサシャじゃないか。何してる。ズボーズボーズボー。よい、お前らまたズボー。わわわ、私死ぬ。ズボー、出ちゃった。エレン大丈夫。来た、今度こそ巨人か。駆逐してやる、駆逐してやる。出たー、出たんだか。駆逐してやるぞ巨人。おー、やっぱり巨人か。手の込んだことしやがって。おいエレン、どうして俺たちの邪魔ばっかりするんだ。ああ、何の話だよこの野郎。お前もういいじゃないですか。もうなんかの時を越した。訓練兵とはいえど思春期の少年少女たち、規律の厳しい訓練兵団内においてヘアスタイルは限りある許された自己表現の手段と言えなくもない。ガラッ、お、ワイワイガヤガヤ、ワイワイガヤガヤ。よう、どうかしたのか。ああ、エレン、おはよう。おいエレン、あれ見ろよ。あ、クリスタがどうかしたのか。おいおいエレン、正気か。よく見てみろよ。はあ、ジロジロ、だからクリスタがどうかしたのかって。マジかよエレン、それはあまりにも鈍いんじゃない。なんだよ、教えろよ。ほら、クリスタの髪型今日三つ編みなんだよ。だからどうしたんだ。はぁ、エレンに振ったのが間違いだったぜ。エレンってそういうとこあるよね。
それにしてもいいよな、いつもと違って新鮮っていうか、厳しい訓練生活に潤いっていうか。まあエレンは髪型なんて興味ねえよな。なんだよそんなこと言うなら、お前だっていつも同じじゃねえか。お前俺のこの髪型をバカにするのか。いいか、この髪型はな、髪型っていうか坊主じゃないか。坊主で何が悪い。いいか、坊主頭っていうのは実に合理的なんだ。まず身だしなみに気を使うなどの雑念が入らない。はあ。それに非常に衛生的だ。キュッキュッピカーン。まあな。戦闘時だって視界が遮られないし、巨人に掴まれることもない。風の抵抗がないので立体軌道で素早い動きができる。なんだって。まあ兵士としての意気込みっつーの。なんてこった。俺は今まで巨人を駆逐したい思いだけは一番だと思って浮かれていた。兵士になる覚悟についてはコニー以下だ。じわアルミ、人思いにやってくれ。本当にいいの。アルミ、何を。俺が頼んだんだ。ミクザ、俺は覚悟が足りなかった。頭を剃って兵士としての心構えを入れ替える。ブンブン。エレンはそのままでいい。けどよミカサ、これはエレンの巨人を駆逐するという決意なんだよ。わかった、エレンが坊主になるなら私も坊主になろう。はあ、確かに前は長い髪が邪魔になるとは言ったけど、坊主なんてやりすぎだろ。それにお前は女だし。性別なんて関係ない。ちょっと待ちなよ、3人も坊主がいたら誰がコニーか見分けがつかないよ。うわ、出たこんな格好じゃなかったら駆逐できたのに。なんでエレンばっかり狙われるんだ。ねえエレン、やっぱり分かりにくいように坊主にしたらいいんじゃ。ママかな、ついでに眉毛も剃っちゃったら。遅えよ、眉毛。兵士とは体力だけでは務まらない。作戦の理解力や判断力、武器の特性など知識と知力が必要不可欠なのである。しかし、カン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 。それではこの前行った試験の答案を返却する。基準点に満たなかった者は追試を受けてもらう。呼ばれた者から答案を取りに来るように。アルレルト、よくやったな、満点だ。おー、10万。ボット、レオンハート、アッカーマン、キルシュタイン、カロライナ、ワグナー、ブラウン、スプリンガー。はい。貴様追試だ。この点数舐めているのか。おかしいな。コニーは座学はからっきしでしょね。ブラウス。はい。追試だ。人のこと言えねえじゃねえか。イエーガー。はい。追試だ。残念だったな。え？ゴーン。そんなはずは。スプリンガー訓練兵、ブラウス訓練兵、イエーガー訓練兵は後日追試を行う。それでも赤点を取るようなら、その時は覚悟しておけ。くしゃ。エレン、大丈夫。エレン、追試って本当？どうしたのさ、あんな真剣に講義聞いてたのに。それにしてもこの二人と一緒ってのはさすがにヤバいよ。エレン、なんだと。失礼じゃないですか、アルミン。俺はしょうがないな、僕が勉強付き合うよ。本当かアルミン、頼む。このままじゃ俺は兵士失格になっちまう。
じゃあまずは問1から順番に行こうか。はい、アルミン教官。もう、なんでコニーとサシャもいるの？そんな固いこと言わないでくださいよ、教官。まだ村に帰るわけにはいかないからな。あと、ミカサまで付き合うことないんじゃない？エレンが心配だから。別にお前に心配されても点取れるようになるわけじゃないだろ。か。うわ、エレンひどいですね。最低だな。なんだよお前ら。はいはい、じゃあ始めるよ。まずはテストの1問目だけど。というわけなんだ。わかった？そんなの基本中の基本だろ。じゃあなんで間違ってるんだよ。え？エレン、答案見せて。おい、やめろ、ミカサ。みんな恥ずかしい。じアルミン、これ回すなって。な、これは なんだよ。回答欄が一個ずつずれてるだけでほぼ正解だよ、エレン。なんだって。俺としたことがなんてヘマを。受けなくてもいい追試を受ける羽目になっちまった。でもよかった、エレン。そうだね、これなら追試も大丈夫そうだ。じゃあ帰ろうか。おい、私たちはどうなるんですか？だって処遇のことかい？教官に聞いたらいいんじゃないかな。 あんまりだ。ひどいです。アルミンなんて巨人に食べられちゃえばいいんです。出た。おいサシャ、お前が変なこと言うから。変なことって何ですか？アルミンがケチだからいけないんですよ。おい、そんなことよりこれで全身流れになるんじゃないかな。地味キャラ劇場、飛んでけ訓練兵団。エレン、カジユウキ、ミカサ、石川ユイ、アルミン、井上マリナ、コニー、下野ヒロ、サシャ、小林優、キース、モガミスヨ。原作、伊佐山はじめ、キャラクターデザイン、ユーポン、カッコ、ニトログラス、カッコ閉じ。